帰ってきたぞ。開かない。入れんの、今なら魔法で何とかしてくれんか。ちょっと待っててね。え、できんの？ギラかな？メラ系だな。レギュラーも使えるから俺でも できんじゃねえのって思ったけど。何度か回想で見たお城さんですよ。茨まみれになっている。わしの城が何度穴が出てしまったことか。ドルマゲスの呪いのせいじゃ。我が城の秘宝が奪われたのか。階層入ります？入りそうだな。階層入りました。王様が意外に身長低いな。姫の顔が見えないようにしてる。ドラクエの世界では小さいおっさんは珍しくないからな。あ、顔がぼやけてる。まだわからん。あんまトロでも変わんねえじゃん今と。何事じゃ。誰か来て。上の封印の間にグ、あれを狙う者が。ゾフがまだ潜んでいるかもしれません。お一人は危険ですわ。それがいいかもしれん。貴様、ここで何をしておる。その杖に触れてはならん。あ、ドルマゲス、もう最近は顔出ししてる。ミーティア姫、噂通りの力を持っているのですね。さすがは王様、話が早くて助かりますよ。伝説の魔法の杖は持ち主に絶大なる魔力を与えるとか。愚民どもを見返してやるのだ。止めても無駄です。さて、それでは早速この杖の力を試させていただきましょうか。危ない。姫、おや、馬になっただけじゃない。変化の杖かな。なるほど、この結界が杖の魔力を抑えているのですね。さあ杖よ、お前の真の力を我が前に示してみせろ。あふれんばかりの魔力、なんと素晴らしい。この力は抑えきれない。ボス戦の音楽が。ローズバトラーが現れた。なんじゃこれは。みんなそんな。
呪われてしまったのか。復讐、復讐。はっ、夢か。夢だけど、夢じゃなかった。あの時、結界の中にいたわしらはともかく、どうしてお前が無事だったのかのう。わからんが、運が良かったのじゃろうな。兄貴、そんなところでおっさんと伝って何してんでさ。城の中であの船のことを調べんでけしょ。さっさと行くでがすよ。そうじゃったな。城の図書室はあの辺。こっち？ああ。学者は死んだように動かない。でも死んでなさそうだよ。どうにかなりそうだよ。あ、敵出んだ。メタルハンター、キラーマシン系だ。強い、超強い。キラーマシンにバギッツ。たら大の大冒険を、やばい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 、ちょい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 、耐えた。ヤンガスベホイミでもホイミでもいいから欲しかったけど倒しきったか。強いなメタルハンター。89バイキルト、もうバイキルト覚えんのか。お色気お色気、プリティーガール、セクシービーム。もう名前からしてすでに気になる名前だけど。おう、完全回復。入ればすぐに図書室なんじゃが、どれぞにもないよ。なんで無理なのかよ。もう一遍デシカにお願いしたらいいんじゃねえの。飛び降りたらすぐだろこんなもん。ここかな。地図ないのか。商人は地獄の鎧とベホマスライ。おお、かっこいい。全体攻撃、超強い。おい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 。イケヤンガス。驚きの強さだよ。ザオラル、あーもうこんなん覚える時期なんだ。こいつ何覚えさせる予定だっけ。メモメモ。カリスマ13、杖12、そしてその後は当分弓。ビショップになったからマホトラを覚えた。アホトラあったらね、亡くなった後も使ってくれるから。そこまでは覚えさせておきたかったんだ。え、開かないの。魔法の鍵はここで取れんのかな。てか隣にあった。テンペラーソード。おいおいおい、
これは俺の装備じゃないのかい？どうだ？あ、できねえし。ククールは弓で行くからいらねえんだよな。いや、持っとこう。魔獣の皮。小さな目だ。金のブレスレット。なし。悲しい音楽だな、このマップ。茨ドラゴン。さらりとかわした。いいかわしっぷりだ。やっぱメインアタッカーはヤンガスだよな。お、宝箱。入り口に地図あったよ。トロデン城。うん、このまんま逆に回りゃいいのかな。この発酵は壊せんのか。あれは開かねえな。先進んじゃいそうだから先にこっちかな。本棚なんもねえのか。無駄足だった。フラワーゾンビ。やることは殴るだけか。セチビーム強え61。お前にセクシーの何だろうか教えてやるわ。結構当たるな。お、来い来い、鋼の剣。初剣だ、一応持っとこう。装備はしないけどね。調べてくれよ、ちゃんと。降ります。46ゴールド。ほら、もういっちょ。小さなメダル。あー、戻ってきた。トロデン城、山小屋。まだ結構 MP は残ってんだよな。開いてねえし。
しかも襲いかかってきやがった。フラワーゾーンに殴ってくるだけなんだよな。所詮ゾンビか。呪いの歌だが俺には呪いは効かんのだよ。痛い痛い。抹殺。ここ行き止まりかよ。やってんの？え、あやべえこれ。全体攻撃。あ、気づいてない。助かった。これは危ないわ。こいつら全員に全体攻撃されたら全滅するぜ。ふう、助かった助かった。兵隊さんたちが、なんもねえ、ここも。開かねえよな、こんなの。ですよね、最後の鍵だよな。4体。にゃん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 。鬼のようなパラメータアップ率。まだ勇気かな。あ、銀融詩人が倒れてるだけ。ちょっと回復に戻っとこう。ハグメタ出るらしいんだけど出ないな。1階は閉まってるから2階かな。あ、これいけねえのか、もしかして。こっちは？こっちはいける？よかった、いけた。で、さっきはここ右に行ったらもう行き止まりだったからこっちか。お、赤いカビ。こっちはいけん。本棚発見。お、ある貴族の日記だ。ついに修也がこの衛兵に任命された。確か彼に与えられた最初の仕事は住み込みの駒使いだったはずだ。素性のわからぬよそ者の彼がいつかこの衛に取り立てられるとは当時は夢にも思わなかった。ミーティア姫も修也を気に入っているようだし、この人事はきっとうまくいくだろう。おい、照れるな。あ、これいけんのかな。上の階。3階にやってまいります。あれ、これはもしかして姫の部屋。錬金整理術。
満月草を使わないまま袋のお返しにしている人も意外に多いんじゃないでしょうかね。満月草3つ何ができんの。お、小さなメダル。地獄の鎧3匹。ちょっとこれでできる限り死んじゃって。一匹残ってる。あー、来た。うわ。まあ連発撃たれるよりマシかな。だからとりあえず奥に行って。タルタルタルじゃ。29ゴールドじゃ。メタルハンターじゃ。ヤンガース。ヤンガスも次なんだっけな。斧66、その後は人情でも上げてりゃいいんじゃねえって。グレートアックス、これだ。大魔神斬りだ。これを覚えたかったんだ。これでハグメタちゃん出てきてもぶっ倒すだけだ。もう一個下か。ガンジ。いけない。ここじゃねえのか。ここもなんもねえ。あれ、大臣？大臣よ、ガーリアテタス型に乗ってしまって。なぜ私はそれも王座の上におるのじゃ。お主、座り心地を楽しんでいたな、お調子者めが。王座ってのは玉座だよね。
ここが空いてら余裕だったのにな。ギラ使え、ギラ。ほら、ギラ使え、ギラ。ショートカットポイント。まさしく地獄の鎧。満タン。自分でバフ見つかるのがめんどくさい。ほら、つぼつぼ。水草のカビ150g。小さなメダルぐらいなものか。なんもねえよな。ないな、全部終わってるな。よし、到着かな。